回もこの時間がやってまいりました。チャネルツアー会へようこそいらっしゃいませ。さあ今回はですね、わめっちゃいい匂い、わ今回は沖縄クリップマルシェとチャタネットさやかのコラボ企画 でございます。でチャタあ沖縄クリップマルシェはですね、あの沖縄の伝統工芸品やお土産品などがですね2000点以上売っているネットショッピングでございます。さあ今回紹介する商品はこちらです。もう嬉しい夢のような、ドゥルン、もうこのこれだけでも匂いがすっごい香りがすっごい鼻にピーンってくる、はい、沖縄パインゴールドバレルでございます。わいゴールドバレル 1.5 キロですね、はい、こちらはですね沖縄県の最高級パインでございまして、上品な甘さでございます。もうすごくない、見てください、このあら大きい、あらさやかの顔と一緒ぐらいか、でもほんとださやかの顔が大きかった、ちっちゃいのか、パイナップルが大きいのかは、すっごいいい匂いするね、ほんとにさすごい触っただけでめっちゃいい匂いなんですよ。そうそう、さあこちらなんですけども、さあ紹介いたします。こちらはですね沖縄県本島北部にあります東村から、あの出てきましたゴールドバレルです。東村出身の方ですね、はい、こちらはですねとても沖縄では本当に高級なパインでございまして、うん、こちらのですねエピソードが、なあなあ姫がこのゴールドバレルのエピソードがあるらしくてちょっと話を聞きたいと思います。聞きたい、お願いします。はい、エピソード私は本当にパイナップルの中で一番ゴールドバレルが大好きなんですよ。もう伝わってきます、大好きなんです、うん、今日さ本当に体の全身の細胞がさ本当に喜んでいるんですよ伝わってきます。なんで好きになったかっていうのは、うんうん、私が高校の時の同級生、友達がいまして、うん、その子がなんと東村の子だったんですよね、でその東村の子が親戚にこうゴールドバレル作ってるおじさんがいるから、うん、買いたい人いないっていう話を教室でしてたんですよ、うん、で私はもう即もうパイナップル大好きなので、うん、は自分買いたいって買ったんですよね、うん、2玉ぐらい、うんうん、もうそれで食べた時にもう本当に美味しくて、なんかもう普通の皆さんが思ってるパイナップルの味じゃないんですよなんかさ本当に甘くて、うん、もう本当に甘いんですよ。もう目がめっちゃ開いてる、びっくりします。パイナップルみたいになってる。本当に美味しかったものでも、うん、あこの味だったっていう味を覚えてることって結構少ないんですけど、うんうんうん、私このゴールドバレルだけは本当に覚えてます。めっちゃ美味しいんですよ。そんなパイン食べたいですね。食べたい、食べたことがないから。美味しいわ、きさ。わーお。しかもこんな高級品だからさ、うん、あんまり食べれる機会がないと思うんですよ。うん、めったに食べれない、うん。これはもう本当にチャンスですよ、皆様。だいたいいくらぐらいで販売されてるのかな。私がさ、ネットで見たのは9000円ぐらいでした。これさ、今イヤホンの価格です。でもそのぐらい本当に美味しくて高級なんですよ。さすがですね。食べたことないですね。楽しみ。今からでもね、うん、私も東村の道の駅で歌わせていただいたことあるんですけれども、はい、その時に東村の方がこの道の駅の方がね、はい、ピーチパインとかいろいろあるじゃん、はい、食べ比べをさせてもらって、はい、すごい詰めてくれたんですよ。でゴールドバレルの推しがね全然違った。なんかやっぱりこれは絶対食べて帰ってくださいよって言われて食べました。だからもう東村の方も万々歳なんじゃない、ね、もしかしたら、来たお世話、ね、食べたいね。なんかこのゴールドバレルなんですけども、はい、このゴールドバレルを作る農家さんが限られているそうで、あそうバレるんじゃない、限られててこんなバレるね、言ったら本当にうまいうまいうまいバレますね本当に限られていまして、でこのですねこの口の中がイガイガしにくい、この甘くてパインって食べ過ぎたら口がちょっとそうピリピリ、ね、ピリしたりするけども、そうそうそう、こちらはイガイガしない、うん、ピリピリしない、そうなんですよ。楽しみ、ほらタンパク質か何かを分解する酵素が出てるさ、うん、めっちゃ楽しみ、まろやかだわけよ、まろやか、甘いんですよね、夢みたい、そうそう、夢みたい、酸味も一応あるけど甘い、甘い甘い、
わで、こちらなんですけども宮里さんが、うんうん、あの東村の宮里さんが作って親子ですね、こちら、親子が作っているゴールドがゴールドバレルでございます。はい、さあ私たちのところに来ました。いいの、ダラーン、来ました。では早速食べたいと思います。いいんですか、いいの食べて。夢、本当にさ夢だったんですよ、うん、前の配信でナーナネネが一回言ってますよね、ゴールドバレルのこと、うんうん、でこれがずっと気になってて、うん、したら値段みんな9000円とかすごい高級で、わあすごいなと思ってて夢だったんですね。それが今回チャタネットでということで、いただきます。いいな、いただきます。え、食べていい、いただきます。美味しすぎてさ、食レポができない。わかります？喋れないで、美味しすぎて。私、口内炎治ってよかった。マジいくらでも食べれる。よだれが、あ、ごめんなさい、汚いですね。ちょっと、甘い。すっごい美味しい。あ、大きいの取っちゃった。超美味しい。すごい美味しい。これも止まらない。これもいくらでもいける。本当に。パイナップルあんま食べないんですけど、これやばいですね。毎日食べたいですこれ。これこのゴールドバレルだったら美味しいね。本当に止まらない。あ、美味しい。果汁もすごいね。本当だ、ピリピリしない。しないね。いくらでも食べれるこれ。なんかさ、なんか美味しい、うん。もうジュースじゃん。うん。だから食べ全部食べる。ジュースですよ皆さん。本当にジュワーってから。本当にジュワーって。うわー、美味しい。ずっと食べ続けたいんですけど、ちょっと芯も美味しいそうです。芯をね。芯も美味しい。最高ですね。リンケンさんいただいてるんですけど、芯も美味しいそうですよ。辛抱ならんですね。美味しい。あと1個だけ食べていい？耐えきれん、こんな美味しい。最後あと1個だけ食べたい。お預けだなんて。美味しすぎる。取れない。あと2粒しか残ってないから、ナーナーにあげる。一個一個食べましょう。うん、私めっちゃ食べた。私もいっぱい食べました。美味しい。これ。美味しい。美味しいね。ちょっと、これおいくらなのよ、大統領。ちょっと情報をよろしく。情報を、これ絶対高いでしょう。え、絶対高いよ。情報を言います。うん、言います。はい、言います。はい、すっごい美味しい。これ今衝撃的だったでしょ。うん、うますぎてびっくりよ。うますぎて。じゃあまずこちらなんですけども、早速じゃあお値段の方からいきますかね。はい、気になる気になる、うんうん、沖縄パインゴールドバレル 1.5 キロの、はい、なんだっけなんだっけ、料金、料金はこちらです。ドゥルン、送料税込みで3980円でございます。めっちゃ安いよ。めっちゃ安いよ。送料込みですよね。送料込みなんですよ。そうそう、相場でしょ。うん、え、こんな こんなお手頃価格で手に入る。最悪もうゴールドバレルって前調べた時に9000円とか8000円とかだったんですよ。そうだよ。それが送料込み、そうなんですよ。北海道に行っても送料込みなんです。やばい。送料税込みで3980円でございます。もう沖縄から送料を考えたら、東京とかも1000円いくらかはかかるらしくて、で北海道とかだったら2000円ぐらいかかるのに、それも送料込みなんですよ。素晴らしくないですか。そうなんですか。もう3980円をボンってお願い、ボンって言ったらもうこれだけなんですよ。え、これなんですよ。わかりますか。送料込みと税込みで3980円です。それでしかも、まだですよ。しかもチャタネット視聴者限定で 5% オフクーポンが出てますよね、皆さん。あ、いや、そうなんですよ。3980円から 5% 引いての値段で買えます。すごい。
しかもこれはあのチャタネット見てる人だけなので、チャタネット視聴者限定ですので、皆さん限定です。皆さんだけ 5% オフ使えます。クーポンコードの方が RMD-002 となっております。こちらがですね、クーポン有効期限が9月末までなんですけども、うん、このゴールドバインがですね、ゴールドバレルが、はい、バレルがですね、カンペ読んでるのバレルよバレル連発ですね、うまい。このゴールドバレルが7月上旬から収穫開始なので、今しか食べられない貴重なパインなので、本当に、でしかもそう今だけなんですよ。で沖縄クリップマルシェでも数量限定らしいなんですよ、らしくて。そうなの？そうなんですよ、数量限定なので、本当に本当にもう皆さんに食べてほしいです。もう本当に皆さんに食べてほしい。沖縄クリップマルシェをあの知ってる方も食べてほしいんですけど、もうそれより皆さんに食べてほしい、チャタネット視聴者に食べてほしいです、はい。こちら数量限定なので、もうお早めにという形で、うん、でこちらなんですけども、あのおい一番おいしい状態で皆さんのところにお届けしたいということで、日時指定ができないんですけども、本当にあの一番おいしい状態であの農家さんからお送りいたしますので、宮里さんのところから、宮里さん直送で来ますので、ぜひ、はい、宮里親子さん、宮里親子さんから直送で皆さんのところに来ますので、はい、ぜひね、はい、もう本当にお得ですよ皆さん、3980円送料込み税込み、ぜひ、ね、ぜひもう一回私たちの生配信を中断してもいいので、沖縄クリップマルシェ、そうですね、一回、はい、本当に数量限定なので、もうこれで予約殺到だと思うので、はい、でも早いもん勝ち。沖縄クリップマルシェ行ったらちゃんと戻ってきてくださいね、そうです、ということでよろしくお願いします。以上で今回のチャタネットさやかでした。へえ、ゴールドバレルは育つのに3年かかりますって書いてますね、タグショーさん、すごいね、本当にめっちゃ美味しい、ね、なんかさ缶詰のさ、うん、パインあるじゃないですか、うん、なんか本当にあれぐらい甘い、うん、めっちゃ甘いよ、ね、そうシロップ注入してんのかぐらい、そうそうそう、甘い、本当にすごい甘い、そうそうそう、ただ切っただけでこのジューシーさとね、で芯まで美味しいって最高だね、だからよ、芯って絶対美味しいよね、涙が出てくるね、ね、美味しすぎる、本当に美味しすぎる、ね、安すぎます、本当に送料込みっていうのがやばい、あ、ね、やばいんだですけど、うん、恐ろしいっすよ、しかも 5% も使えますよ、ね、だからあ、そう、私たちからのお願いで、うん、チャタネットのクーポン絶対使ってください、絶対使ってください、はい、はい、多分ね、これはね、今回特に、はい、遠慮しがちな値段かもしれないけど、使ってください、お願いします、はい、お願いします、あ、チャタネットから買ったんだなって、ね、そう、はい、それが分かるようになってるんですよ、分かるんですよ、うん、がティンクのファンだなって、はい、そう、はい、なのでお願いします、お願いいたします、5% 使ってください、よろしくお願いします、はい、お願いします。